はいどうも、ワイン苦手なのになんかたまに飲みたくなることがあるミストです。はい、本日はですね、速報なんですけども、6月8日のメンテナンス後から明鏡高校がパワーアップされるというお知らせが来ました。はい、いやまさかまさかのね、異能のイベキャラバランス調整がこれに繋がってたとは思わなかったんですけども、いやー明鏡ね、これは激アツじゃないですか。結構ね、サクセスの BGM とかね、あと楽譜を使うとね、その高校の BGM に変わったりとかね、非常に私的にも好きな高校なので、この高校教科はめちゃくちゃありがたいですね。で、専攻で2つほど教科内容が運営の方からお知らせありましたので、皆様に共有していきたいと思います。ではまず1つ目、超特骨取得の機会が増えるということで、学コンプでもらえる特骨が2種から3種にまず上がります。従来の学譜3枚目と6枚目に加え、5枚目もコンプボーナスが超特骨になるみたいですね。はい、今までは学譜からは最大2種しかもらえなかったんですけども、この強化によって5枚目も対象になるっていう感じですね。で、もらえる筋特骨は投手の場合はド根性、ディレイドアーム、ミスターゼロ、野手の場合は鶴瓶打ち、アイコンタクト、ヒートアップの中から2種だったんですけども、これも変わるんですかね。高校筋特変わるかまではわからないんですけども、まあ3種取れるのに取れるようになればかなり大きいと思いますので、まあ続報に期待っていう感じですね。はい、で次、一定枚数以上の楽譜を演奏しているとエピローグでも超特骨を取得可能になると、シナリオ所属のイベキャラのデッキに入れておくことが条件になるみたいですね。はい、というところで、まあ野手の場合はシドレミ、まあこれはもう絶対ね、エプレミ入れると思うんですけども、投手の場合これはもう異能をね入れざるを得ない、それによってエピローグでも超特骨を取得可能できると。で、ここは多分新金特に絶対なると思います。はい、ですので合わせて金特が4つ取られるようになるということで、まあ今のね環境に合わせるにはまあ最低4つは欲しいですよね。ってところで、まあちょっと期待したいね。二次特が2種とか絡むようになれば、とワンチャン北斗とかね、クロスナインに対抗できる高校になるんじゃないですかね。ちょっと楽しみですね。はい。で、次、2つ目、新たな楽譜の追加、難易度も調整ということで、明鏡高校以後に実装された、これ、以降ちょっと以降じゃないかな。これちょっと、日本語おかしくないですか？待ってるか。明鏡高校以降、以後。まあ、いや、実装された新シナリオ高校のテーマやブラスバンド楽曲も追加。ハーモニーボーナス経験点や一部の演奏効果の効力がアップということで、これも楽しみですね。さらに楽譜が増え、効力もアップと。いうことで、めちゃくちゃそう考えたら楽譜の数増えるんじゃないですか。はい、この従来までは楽譜どこまでだったかな、ちょっとゲームさんを見てみようかな。どこまで楽譜がもらえるかと言いますと、あ、でもあれか、他にもこのパワープロアプリには出てない楽譜もありますので、なんとも言えないですね。一応、アンドロメダ実装前から出てて、で、それで言うと、あ、でもそうか、明鏡高校までか。そりゃそうか。そりゃそうか。明鏡が最新シナリオだったわけだから、当時は。それまでの高校になるか。で、それ以降も出るって考えたら、やばいっすね。明鏡以降も出るって、多分、10個は持ったかもしれないですけど、7校くらい追加されるんじゃないですか。はい。まあ、コラボ高校は、コーナー、いや、来るな。カイドウとダイエーあるからあるな。これやばいっすね。で、楽譜の効力も上がるということで、どれくらい強化されるか、非常に楽しみかなと
思っておりますっていう感じですね。まだお知らせこの2つしか来てないので、まあ明日以降のお知らせに期待といった感じかな。で、なんと明日の公式ツイートで新イベキャラも来ると書いてありましたので、ちょっとそこも楽しみにしていきたいと思います。別バージョンになるのか、もう本当の新キャラが来るのか、これはね、ちょっとこの結果を見て、はい、石を残しておくかとかね、いろいろ決めたいと思いますっていう感じでね、今回の動画は終わりたいと思います。ぜひチャンネル登録高評価お願いいたします。明鏡強化楽しみにしましょう。 See you。